うん、このねお魚を見ながらまずはお昼ご飯を食べるという、うん、なんか気持ちいいね、こうサラサラ水流れてるところで、やっぱり赤トンボだ、赤トンボ止まんないかな、さすがに無理か。いただきます。その辺に落ちてるゴミさ、これ飯食い終わったら拾って一緒にゴミにしちゃうか。やっていきますかね。ほら君たち餌だよ、食べるかな。あ、寄ってきた、食べてる、みんな食べてる、かわいい。川の大きい河原のところ来てんのに隅っこでちょこちょこやるっていう。お、釣れた、え、ちっちゃいちっちゃいけど釣れた。なんだろうねこれ、観察。すごい綺麗な魚、なんか紫色っぽい、横筋入ってる。カワムチの子供とかかな。よし、とりあえず1匹、1匹確保。ちょ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 、よし、この水草の陰にさ、もうちょっと大きいのいるかなと思ったけど、あんまりいなさそうだよね。いなそうだね。これはこれで面白いよね。よし、え、ちっちゃい、ちっちゃいよ君、うん、口より針の方が大きいんじゃないのこれ。まあ3匹、なんならもう少し前に行って覗き込みながら釣れそうだな。滑らないようにしなくちゃ。どれどれ、大きな魚いませんか。覗き込み釣り、ちょっと反射して見えないかな、難しい。あ、釣れた覗き込み釣りでできたぞ。でもちゃんと口にかかってるから、これは釣れたと言っていいだろうな。釣れがかりじゃないもん、全然口にちゃんと挟まってる、刺さってる、引っかかってる。もうね、つついてるのがねすごく見える。なんならくわえてね持ってこうとしてる。あ、釣れたもうちゃんと口にかかってるから、やっぱり釣れてるんだよ。これ釣りとして成立してますこれ手の方に。さて、あと1匹って言っていたので終わりました。そうだね、早めのね、そう、早めのね、決断が肝心。
じゃあこの中にお水を入れて最後に観察します。かわいいな。よいしょ。じゃあみんなの元にお帰り。このままジャバーってすくったら取れそうだ。はい、というわけでこの釣り場では以上です、うん、バーベキューのいい香りがしますね。光があるんだからな。当たりがあるんだから釣らないと。釣れた。なんだ、モロコのちょっと大きいやつか。ヒゲがちゃんとあるからやっぱモロコだね。イカワだ。オイカワだよな、これ。ちょっと違くない？あ、秋仕様になってんのかな。ハス。ハスとかいう魚かな。シオのイカなのか、それともなんか細長いもんね、すごい。すごい元気。お、いいね、また。おお、またまた、気をつけろ。いいね。あなた持ってますね。取れる？一回置こうか。マルタウグイ的な感じかな、これ。なんだろうね。詳しい方いたらコメントで教えてください。マルタウグイとかそっち系だよね。どうするこれ。そっち入れる？返す？うん、返す。嫌な逃がし方しちゃった。
いやでも直接できるより良かったね。そうだね。コンディション。そうだね。次足が。サッカーの素質があるかもしれないよ。ちょっと反射的に出ちゃった。出ちゃったね、しょうがない。よかったよかった。もうちょっとやる？じゃああと1匹釣ったらやめようか。そうだね。はい。当たんなくなったね。お。当たんなくなったねって言った時に釣らないでよ。あ、俺がそうやって言ったからよかったのかな。そっちの方がいいのかな。いや、いいよ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 。本当？俺目悪いからかな、分かんないの。お、当たった。当たったぞ。おお。すれがかりだ。釣れました。釣れました。すれがかりですが。すごいとこ引っかかってんなこれ。背びれだよ、背びれ、背びれ付近。さあ最後私が釣ったのは何でしょうか。うん、同じだね。ごめんね、ちょっと痛いよね、すぐ返すからね。自分で言った。こうやって釣れちゃうとさ、もう一匹釣れんじゃねえかなって思っちゃうよね。まあいいや、時間が時間だから今日はこれで終わりにしよう。よかったよ、最後にいい感じに綺麗な空が。